ふむふむ。瞬く間に、よっ。行け。往生堂のやつがいつも安全に気をつけてくれよ。せっかくの祭りなんじゃし、走り回ってないで落ち着いたらどうだい。ばあや、顧客が多いのは私にとって実に喜ばしいことなんだ。もう怪盗祭だというのに、一体誰が訪ねに来るっていうんだい。まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。ティンバーヤ、もうすぐ怪盗祭だな。元気にしてたか。ティンバーヤ、ご無沙汰しております。近頃はどのようにお過ごしでしょうか。あなたたちだったかい。怪盗祭で子供たちに会えて本当に嬉しいよ。旅人、久しぶりだな。それに極星殿も一緒か。もうすぐ仮説を迎えるので、私たち七星からお二方にささやかな贈り物をと考えたんです。年越し用品や良質な絹を二巻、それからピンバーヤには希少な花の種を用意しました。軽くて運びやすいものについては全て持ってきましたが、絹はまだ届いていません。先ほど布屋で品を手に入れたので、後ほど運送を手配します。些細なものではございますが、お二方に気に入ってもらえたら幸いです。おお、とてもいいものだな。気遣い感謝する、七星。それは嬉しいね。国政が選んだ花の種ならきっといいものに違いないじゃろ。ありがとう。気に入っていただけて何よりです。それでは私たちは他の仙人方にも会ってまいりますので失礼します。龍雲たちのことかい。彼らなら絶雲の間にいるじゃろう。聞いた話によると、町中にある装飾はどれも国政の手作りなんだってね。城内をこんなにも綺麗にしたのに、自分は山奥へ行って町に行けないなんて、なんとも残念なことじゃ。縁妃は町が大好きで、何かとすぐ町へ行くんじゃが。まあや、私は何も暇つぶしに行っているわけじゃない。顧客たちのために調査をしてるんだ。ほう、だったらチコ魚焼きの屋台にあんなに長くいたのも調査のためだったのかい。あれは彼らのために物価を計算していたんだ。物価の計算は面倒だぞ。様々な条約を調べておく必要がある。ああ、この業界では一般的に休日なんてないんだ。顧客から頼まれれば行かなければならない。それって疲れるだろう。休む時間もないなんて、それでどうやって生活していくんだよ。明確に規定された休日はないが、時間は全て自分で調整できる。だから暇を見つけて休むことができるのさ。そうしないと疲れた顔で客に会うことになり、
第一印象が悪くなって仕事どころじゃなくなる。それにこういった言葉もある。なんだっけ。ああ、休息はより良い仕事のために。そうだろ。工事の監督で何度か言ったけど、それが終わってからは一度も。仕事が終わってからちゃんと回ってみようと思ってたけど、やるべきことがどんどん増えて、街でくつろぐなんて考え、頭から消えてしまっていたわ。ええ、いいわよ。せっかくの機会だから、君をいろいろな場所に連れて行かなくちゃね。でも今行くべき場所は、絶雲の間よ。それじゃあ二人とも、先に失礼するわね。まずは、どの仙人の方に会いに行ったらいいかしら。奥蔵さんに行って龍雲釈放神君を訪ねるか。いつも洞府にいるからすぐ見つかるはずだ。龍雲釈放神君、わかったわ。祭りが近いというのに、なぜわらわのところへ。総務士は今頃忙しいはずであろう。いえ、怪盗祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と理性上山シン君の姿が見えないようですが。あやつらは。旅人じゃないか。それに幽変も珍しい客だ。みんな元気にしてたか。シン君、ご無沙汰しております。カウンもここにいたのね。まさか国生さんがいらっしゃるなんて。幽変、どうしてここに。ふむ、そうかしこまるな。わらわに会いに来たのは何か用でもあるのか。もうすぐ仮説を迎えるので、七星を代表して挨拶に参りました。ささやかなものでお恥ずかしいのですが、どうぞお受け取りください。リーユへの七星は多忙を極める。そんな中、自らわらわのいる道府に来るとは、ご苦労であった。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかして。これは総務士が改良した新しい花火です。シン君はからくり装置がお好きと伺い、一つ持ってきました。どうぞお楽しみください。龍雲釈放シン君。この仙人は人間に反感は持っていないものの、リーユ人が統治することに対しては疑問を抱いている。人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれるわ。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと。今日の私は頑張って準備してきたんだもの。リュウウ釈風神君はからくりが好き。きっとこの贈り物を喜んでもらえるわ。カウンから聞いた話だと、龍雲釈放神君は食事にとてもうるさいらしいから、下手に不快感を与えないようあえてお菓子は持ってこなかった。これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。ふむ、おほう、なるほど、面白い。
精巧さの中に工夫が込められておる。見た目も悪くない。この表情、リューンシン君はこの贈り物を気に入ったようですね。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。そういえば先ほどカウンが昨月畜養神君と利水定山神君に会いたがっていたな。ただ残念ながら時期が合わなかったようだ。お、いないのか。オイラたちもその仙人たちを訪ねに来たんだけど。あの二人の老いぼれは昨月畜養神君はいつもリーウェコーのことを気にかけておる。しかし当時皆でリーウェを七星に任せると決めたのだ。好き勝手に町で人の仕事を監督するなど不適切であろ。わらわも説得した。もし本当に気になるのなら人間の姿となって城内へ見に行けばいいとな。しかしあの頑固親父、どうしても割り切れぬそうだ。その後あやつは辺りを散策するといい外へ出かけ、未だに帰ってきておらぬ。利水定山神君の方はそんなことなかったのだが、山門の守衛のために何か真新しいものがないか探しに行くと言っておった。そういうわけであやつも外出しており、未だに知らせ一つよこさない。いや待てよ、よもやあの二人それらを言い訳に遊びに行ったのではないか。ん、こんなに賑やかだとは。その声、神格、神格か。あれ、神格も龍雲釈風神君を訪ねに来たのか。神格、もしかして龍雲神君が以前おっしゃっていた方ですか。皆もいたのか。神格、こやつはカーンだ。聞いたことがあるだろう。こんにちは、カーンと申します。今は玉境内に勤めております。近頃神格さんがリーウェコーへと移り住んだとお聞きしました。何か困ったことがあればいつでも私のところにいらしてください。承知した、感謝する。口にできるものを城内から持ってきた。聞けばリーユエ人は怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。だから我もここまで来た。そんな、私はあえてお菓子を持ってこなかったのに。大丈夫かしら。ほう、あの二人の分も用意したのか。ああ。まさか城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ、神格。はっ。皆の者、今後ともリーウェコーに残る者として互いに助け合うといい。分かったな。ああ、分かりました。ここは私が想像してた以上に賑やかなところね。高魔耐性を探しておるのか。最近は見かけぬな。そっか、多分絶運の間にはいないだろうな。やっぱりいつものように防御旅館へ行ってショーを探そうぜ。つまりこの祭りの日にわらわだけが絶運の間に残っておったということか。カウンが来ていなかったら
今頃仕掛けの術について黙々と研究していただろう。お邪魔してしまい申し訳ございません。急によそよそしくするでない。わらわの邪魔もこれが初めてというわけではなかろうに。お前は小さい頃からわらわが仕掛けを作っていると部屋で走り回るのが好きだった。それにわらわの作ったあれで遊ぶのが好きだったな。なんと言ったか。まずい、また始まった。こうなるとカオウがひどい目に。ああ、リュウシン君、私まだ用事がありましたのでお先に失礼します。ん？どうしたんだ急に。ユウヘンもここにいるのだし、何か用があるのなら直接伝えればいいではないか。いえ、大事な仕事ですので直接行幸様に会わなければ。そう変わらぬだろう。行幸でなければならないのか。ええ、私と行幸は役割が違うんです。カンは普段仕事をそれぞれ違った責任者に報告しているんですよ。本当に大変ですよね。国政さんが私をかばっている。はい、ですので申し訳ございませんが、その皆さんお先に失礼いたします。本当に言ってしまったな。あの子と来たらいつもこう慌ただしい。だがまあ理解ができぬわけではない。秘書というのは難しいものだ。リーユエ校の様々な事務はそのほとんどがカウンの手に委ねられておる。それはとても疲れることだ。たとえ千人の肉体であっても注意が必要なほどにな。何があっても体が壊れては意味がない。カーンはとても勤勉で、仕事をし始めると寝食も忘れてしまう。普段彼女と会うときはあの子がきちんと食事と睡眠をとっておるか監督してやってくれ。はい、必ずや。私たちも平素より関羽の世話になっております。彼女の健康はとても大切なこと。私がしっかりと面倒を見ます。やはりユウヘンは頼りになるな。リーユエコをお前たちに任せたのは確かに賢明な選択であった。千人の皆様方の信頼に応えていくつもりです。それとこれらの歌詞実に悪くない。うん、これはここに置いておくといい。後で神格をわらわに同行させて洞府の中へと運ばせよう。昨月畜養神君と利水定山神君が戻ってきたらわらわからあやつらに渡す。花火の構造は実に巧妙だな。じっくり研究するとしよう。それからついでに神格のリーユエコーでの見聞も聞こうではないか。ああ、面白いことなら数多く経験した。ならば仕掛けをいじりながら雑談にでも興じるとしよう。そうだぞ、こんな時くらい休まないのか。祭りなんだぞ。わらわは山林の奥深くに隠居するものであるぞ。とうの昔に祭りなど気にしておらぬ。心配するでない。わらわの体はわらわ自身が一番よく知っておる。休むのは当然重要なことだ。ずっと研究に没頭して病にでもかかってしまったら
仕掛けの成果すら検証できぬからな。検証ってそんなに大事なことなのか？無論だ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。仕掛け作りのために新職を、そして自らの成果を検証する時間さえも忘れてしまっては自分の作った料理を食べない料理人と同じになってしまうだろう。そんなのは本末転倒、受け入れがたきことだ。それでは皆の者、雑談はここまでにしよう。わらわは先の研究を続けるとする。神格、わらわについてくるといい。料理人が自分の料理を食べない、確かに本末転倒だな。竜恩釈風神君は仕掛けと料理に対して深い考えを持ってるみたいだ。たまに変なところがあるけど、やっぱり仙人なんだな。それこそ仙人の英知というものよ。それにあの方は周りをとても気にかけている。たとえ隠居した仙人であっても他の人と密接につながっているの。俗世に入らず、俗世のものよりも人情がある。そんな仙人は本当に風格があるわね。旅人パイモン、次はボージョル館に向かいましょう。高魔大戦がそこにいるかもしれないわ。まずはベルゴレットに高魔大戦の行方を聞いてみましょう。あれ、待てよ、あそこにいるのナナか。それに首に蛇を巻いてる変なやつも。白先生、薬いっぱい取ってきた。はい、支度を終えたら帰れますので、もう少し待っててください。あれ、なんでお前らがいるんだ？白先生が薬を欲しがってた。だからナナが取ってきた。でも白先生も来た。今薬草を集めているんですよ。旅人さんとパイモンさん、それに国生さんもごきげんよう。祭りの時期になると福袋にある胃腸薬がすぐに売り切れてしまいます。もうすぐ解凍祭ですので、事前に準備をしておきたいと思いまして。ですのでここまで足を伸ばし、薬草を多めに採取していました。検品が終わり次第帰る予定です。しかしまさかこんな場所で幽変の国生さんに会えるとは。公務で少しね。なるほど。もうすぐ祭り当日なのにまだ忙しく奔走されているのですね。お疲れ様です。ご丁寧にありがとう、白術先生。でもこれも仕事のうちだから。国生、旅人忙しい、ナナたちも忙しい、みんな